メイクのコツは、9点の目が悪いショップごとに値段が違くてどれが正解かわからん。韓国コスメライターのチタです。ということで今回は9点の目が悪いでぜひみんなに一旦黙って無駄口叩かずに買ってほしいスキンケアアイテムを3つご紹介していきます。わーい。っていうのも、皆さん9点の目が悪い、いっぱい安く買えるからって、何買ったらいいか分かんない難民の人ね、めちゃくちゃいると思うんですよ。本当は最初ね、トナー編、クリーム編とかって細かくやろうかなと思ったんですけど、そんなことより、一旦まあみんな黙って買えなって思うような、ガチで私がおすすめできる、皆さんを後悔させないスキンケアの推しアイテムっていうのをね、3つご紹介していきたいと思います。今までもね、このチャンネルでスキンケアのアイテムたくさん紹介してきたと思うんですけど、その中に出てきたやつだったり、お初にお目にかかるものだったりね、たくさんあるので、ぜひぜひ最後までね、動画を楽しんでくださったら嬉しいです。早速、順番に見ていきましょう。まず一つ目はね、なんと言ってもトリデンのダイブインセラム。え、これ買ってない人いる？あんなに動画でさ、めちゃくちゃおすすめしたのにまだ買ってない人いる？信じれん。買いな、本当に。っていうぐらいおすすめのアイテムです。っていうのもね、え、見てこれわかるかな？もう空なんですよね。これもうね、実は3本目これで使い切りました。っていうぐらいめちゃくちゃ推してるセラムです。これのね、何がすごいかっていうと、このダイブインセラムっていうのはもう本当に保湿に特化してるセラムなんですよ。なんかまあ世の中さ、鎮静もできて、保湿もできて、肌改善もできて、バリアもできて、みたいな、何でもできます、みたいなセラムいっぱいあると思うんですけど、もう一旦こいつは保湿に本当に特化してるセラムです。それの何がいいかっていうと、私の持論でいくと、肌荒れとかって、どんな肌荒れでも根幹にあるのは乾燥が問題だって思ってるんですよ。マスク荒れだって、もちろん摩擦もあるけど、なんだかんだこの中の乾燥が原因だし、ニキビだって、スキンケアサボったりとか、メイク落とさずに寝ちゃった時の乾燥が原因だったりとか、もちろん他にもいろいろ要因もあると思うんですけど、大半の要因はね、乾燥から来てると思っております。そんな乾燥を撃退してくれるのがこのトリデンのダイブインセラムなんです。私の経験をお話しすると、コロナが始まってすぐの時っていうのが、最初ね、不織布のマスクをね、普通につけてたんですよ。一番最初にね、トイレットペーパーないマスクないみたいな感じでドラッグストアが盛り上がってた、あの時不織布マスク生活をしてたんですけど、その時にここ本当にマスクしてて隠れてる部分がニキビめちゃくちゃできちゃって、3,4,7みたいな感じでいっぱいね、ニキビも肌荒れも、あと普通に赤みもすごく出ちゃって、肌トラブル本当に悩んでたんですけど、このねダイブインセラムを使うようになって本当にどん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 マシになりました。今はねちょっとここにね、あ、なんかよく書かないんでニキビをこさえてしまってあれなんですけど、こっち側とかね、もう全然わかんなくないですか？ここに4つもニキビあったなんて思わないでしょ。4,3,7みたいな感じでニキビできてたんですけど、本当に綺麗になりました。でね、このダイブインセラムを使うようになって、保湿されて肌荒れがなくなったっていうのはもちろんだし、保湿成分しっかりされてね、キメもしっかり整って、結構お肌がこうつるんとね、凹凸なくね、綺麗なお肌になりましたんで、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。これはシーズンとか、今の自分の肌の状態とか関係なしに、いつでもどこでも毎日使えるデイリー用のセラムとして、ぜひ購入検討してみてほしいです。熱く答えすぎちゃった。二つ目に紹介するのが、じゃーん、バイオヒールボのリフティングクリームですね。この動画めちゃくちゃ皆さんにご好評いただきね、あのいろんな方再生していただきありがとうございました。たくさん見てもらえて嬉しいです。これもねバカほどおすすめしたんですけど、皆さん動画見てくれましたか？細かくはね、個別のねレビューの動画を見てくださればなって思うんですけど、バイオヒールボっていうオリーブヤングのオリジナルブランドのアイテムで、オリーブヤングのリフティングクリームとかアンチエイジングのね部門のクリームとして1位を受賞したクリームとなっております。これ私めちゃくちゃ好きすぎてね、4つ今家にストックあるんですけど、もうストック買いしちゃうアイテムってそんなないじゃないですか。でもストック買いしちゃうぐらい本当に良かったんです。デパコスっぽい高級感ある感じの匂いがするクリームで、軟膏みたいな感じのクリームなんですけど、本当にねお肌がふっくらします。どんなんて言われたら、 YouTuber の人とかがたまにドッキリで使うビーズ、お水含ませたらぷよぷよになるやつあるじゃん、あれみたいな感じ。自分の肌があれみたいな感じで、これを塗ったら水分含んでふっくらみたいな感じで、顔がでかくなるとかじゃなくて、いい意味でボリュームが出るんですよ。お肌にハリしてこういうことかみたいな、ちょっと前の年を召す前の自分に戻れるみたいなクリームです。私若いから大丈夫とかっていう風に思ってる人いると思うんですけどね、アンチエイジングはね、つけてからやっても意味がなくって、あくまでもあれ予防のものなので、お肌はね18歳17歳ぐらいをねピークにね、あとは老化していくだけなので、17歳以降の人は問答無用でも買ったらいいと思います。ということでね、まあ口悪いんですけどね、まあこれがちょっと正直すぎるレビューっていうことで認識してくださったら嬉しいです。ぜひぜひチェックしてみてください。本当にお肌ふっくらもっ
チリしますチェックしてね。3つ目にご紹介するのがこのチャンネル初登場になるんじゃないかな、じゃん、ネイチャーリパブリックのグリーンラマチカエッセンシャルパッドです。ネイチャーリパブリックのチカシリーズね、もともと韓国系のね美容 YouTuber の方がおすすめしてて、すでに結構人気なアイテムではあるんですけど、その中でもパッドをおすすめさせていただきたいと思います。パッドっていうのはこんな感じでねシートが入ってるんですけど、このシートを使ってお肌を拭き取ることで角栓のケアとかもできたりとか、あとはそれが化粧水代わりになったりとか、洗顔をね一個で省けるようなアイテムとなっております。でも他のシートってねわけが違うんですよ。というのも理由が2つあって、まず1つ目に液がすごい、ちょっと見てていくよ、ジュワー、あーこぼした、見えました、今海になったの。まずねこのねすごいビタビタだった、見てすごい濡れた、もう液のね浸り具合が半端じゃないんですよ。他のパッドもいっぱい使ったことあるんですけど、押してもねさすがにねこんな水浸しになんかもうこんなね服濡らしちゃうぐらいまでね垂れたりしないんですよ。けどこのアイテムは本当にひたひたでいつも潤いたっぷりっていうのが結構気に入ってる点です。2つ目にねあのシートの質が結構気に入っております。というのもどういうことかっていうとね、このシート見えるかな、こんな感じで米粒のかけみたいな形のシートなんですけど、見てめっちゃね半透明なんですよ。でも見えないっしょ、光飛んでるのもあるけど、こんな感じでクリア感のあるシートで凹凸がねないんですよ。えって思うじゃん、角栓ケアしたいのにあのボコボコないのみたいな、じゃあどっちの面で拭けばいいのみたいな話になると思うんですけど、これはまあどっちの面で拭き上げても大丈夫なやつ。これ肉眼では確認できないぐらいよく見るとちっちゃい繊維があって、それで角栓を拭き取ってくれるそうなんですけど、そのボコボコだったりゴワつきがないシートだから敏感肌の人でも使えるんですよ。というのも私も結構マスク荒れの話じゃないですけど、刺激摩擦だったりとか直接的な刺激っていうのが結構苦手なお肌で、パッドもめちゃくちゃ好きで愛用するんですけど、ゴワゴワでちょっとピリついちゃったりとか赤くなっちゃうことあるんですよ。どんな力でこすっとんねんって思われるかもしれないけど、もう普通に柔らかく剃ったぐらいでもすぐシートが乾燥しちゃうっていうのもあるんですけど、それが刺激になってお肌あちょっとピリつくなって思うことがあるんですけど、こいつは本当にシート自体がね優しすぎて全然ピリつかないんですよ。敏感肌の人でねパッド使いたいけど既存のもの無理だったって人とかにもねぜひ挑戦してもらいたいパッドとなっております。何みたいって言ったらいいのかな、超高級なフェルトって感じの素材なんですけど、めちゃくちゃね柔らかいんですよシート自体が。こういうパッド系のアイテム欲しくって、おわつきも嫌だしすぐ乾燥しちゃうシートも嫌だ、あのデコボコの刺激苦手って人も使えるのでぜひチェックしてみてください。本当に使い心地がいいの。何みたいかな、制汗剤でもこんなに柔らかい使い心地のいいシートないと思う。あ、そうそう、パッドって結構こうお肌にねこうやって乗せてパック代わりにもなりますよって書いてあるの多いんだけど、あんなゴワゴワなもの、そんなに水浸ってないものを乗せてもすぐ乾燥しちゃうしね、お肌に悪影響なだけかもしれないなっていうアイテムが結構多いんですよ。でもこれは本当にひたひただし若干ちょっとジェルみたいな感じに近いから、こうやって置いてねパック代わりにしてもしっかり使えちゃうので、ぜひパック兼用のねパッドとしてもね購入してみたいなって方はね、ぜひぜひこのネイチャーリパブリックのラインのものをねチェックしてみてください。はい、ということでね今日は9点の目代わりで、まあ、みんなに絶対後悔させないアイテム3つをご紹介しました。1つがトリデンのダイブインセラム、2つ目がバイオヒールボのリフティングクリーム、で3つ目がネイチャーリパブリックのシカラインのパッドですね。ぜひぜひ9点のクーポン何使ったらいいか分かんないなとかね、スキンケアアイテム欲しいけどちょっと難民だなって人とかはぜひぜひ買ってみてください。これだけはもう本当にもう本当に皆さんに後悔させない自信がある私も大好きなスキンケアアイテムです。ぜひぜひチェックしてみてくれたら嬉しいです。ということで今回もね動画をご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かったよ、参考になったよって方はね、ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。あと10万人いくまで毎日投稿しておりますので、布教をね、してくださったら嬉しいです。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。アンニョー。